イギリス鉄道66系ディーゼル機関車は、イギリスの貨物用ディーゼル機関車である。製造元の GM エンドにおける車内故障は JT42CWR。イギリス国内の他オランダやドイツなど、ヨーロッパ大陸各国でも導入されている。本記事では、イギリス国内向けの形式について解説する。1986年、英国の貨物会社、 ホスター・ヨーマンの発注を受けたエンドは、アメリカ・イリノイ州のラグランジ工場にて、SD40 から2の設計を基本とした59型を製造した。1990年の貨物会社アーク向け59、1系、1994年のエネルギー、会社ナショナルパワー向け59、2型は、カナダのオンタリオ州ロンドンにあるエンド工場で製造されている。これが、 あとの66系の基礎となった。イギリス国鉄の民営化後、貨物鉄道会社が継承した車例の高い機関車の置き換えで運用費の削減と故障の減少を図るべく、ユーズが1996年にエンドに発注、製造されたのが66系である。59?2 型と同じくカナダのオンタリオ州ロンドンにあるエンド、工場で製造され、 1998年に第一陣がイギリスに到着した。他の貨物鉄道会社の発注もこれに続き、総数400両以上が導入された。イギリス国内の以下の貨物事業者が運用している。主に大陸ヨーロッパ諸国に輸出されている。ありがとうございます。